大宝マインウェモンから1918年5月27日は、岩城国勝田郡三沢村出身の元、大相撲織士。第18代横綱。本名は、角張り一万字。明治新直後の1869年に、農家の次男として生まれる。子供の時から、体が大きく快力で、13歳で4都標を左右に、軽々と下げて歩いた。 この恵まれた体格を持つ少年の噂を聞いた伊勢の海部屋の元力士の夫人に見出され、1884年の春に上京して小車部屋へ入門した。同年5月場所、故郷にちなんだ三沢滝の仕込めで初土俵を踏んだ。入門当初は、こんにゃくと揶揄されるほど足腰が弱く、初土俵から4場所連続で前相撲から抜けられなかったが、 1886年6月場所、師匠の初代お車が、肝心元になった際に、ようやくお情けで、女の口昇進を認めてもらい、1887年1月場所に、女の口に上がった。1888年には、大砲に改名し、以降成績が安定し、1892年1月場所新十両。 1892年6月場所に新入幕を、果たして3勝6敗と歯が立たなかったが、その体の大きさなのか周囲の崩れに助けられたのか、負け越しにもかかわらず翌場所は小結びへ昇進した。当時はまだ大きな体は、工業の目玉になるという江戸時代からの慣習が抜け切っていなかった。1899年5月場所に新大関となり、 4場所を務めて、全休1回、途中休場も1回あったが、大関では、無敗のまま吉田塚酒から横綱免許を授与された。横綱免許を獲得した折に留めなであるはずの、谷風梶之のの襲名を勧められたが、本人は、笑い者になりたくないと誇示した。1902年5月場所には発勝一分の、好成績を残したが、陸軍の砲兵に志願して、 1903年5月場所から3場所全休、帰ってきた時には、持病のリウマチを悪化させていた。1908年1月場所限りで、現役引退し、引退後は、年寄り、松地さんを襲名して、松地山部屋を経営した。後に、小結びまで昇進する幸福貞太郎が門下だったが、幸福の重量昇進を見ることなく、 1918年5月27日に、背中の腫れ物を手術した後に発症した、糖尿病で死去した。48歳没。没後、甲府は、出羽の海部屋移籍した。没後80年が経過した1999年11月28日、生誕130年を記念して、故郷、宮城県白石市にある、白石城。 二の丸公園の横綱石文と向かい合う場所に、中村信也が制作した銅像が混流され、除幕式が行われた。白石城、二の丸公園にある、中村信也作の大宝万絵門像小二式八十、基地と並んで、中9世紀末期20世紀初期の、相撲黄金時代を築き上げた。身長が、実に194センチメートルにも達し、 伝説上の横綱を除けば、史上最長身の横綱で、大砲の没後から約70年後の1986年に、北尾康二が横綱に昇進するまで、この記録は破られなかった。不器用を絵に描いたような力士だったが、力は強く突っ張って突き切れなければ叩く取り口で右四つ、左上手を取って、万全の構えを取れば、誰にも負けなかった。しかし、 巨体のために吹き多いか自分で動くと失敗が多く、相手の立ち合いを待つ取り口で、しかも非常に相撲が遅いので引き分けが飛び抜けて多い。特に1907年5月場所は9000全分という、チ記録まで樹立したが、これには、雷の横綱は負けてはいけないという発言が関係していたとも伝わる。通常は、勝たないといけないと。 解釈しなければならないところをこう持っていくことができたのは、当の雷も1880年1月場所で4分、69という記録を残していることから、引き分けでしのいだこともあるためである。横綱時代の引き分け率は、約40%で、福音後の3年6場所に限ると7勝3敗1425引き分け69、69%にまで跳ね上がる。 こうしたことから横綱ではなく、分け綱だと言われた。横綱相手に引き分ける実力がありながら、平幕相手にも勝負を決めきれないというのは、平成以降の常識では考えられない横綱であった。日立山谷上門ですら大砲には苦戦し、対戦相手が日立山だと聞けば安心していたと伝わる。両者共に受ける相撲を得意とし、大砲は、 自分からはほとんど攻め込まずに右四つに組み止めて、左上手で守りを固めると動かない。左腕を引っ張り込む攻め方の日立山にとってはこれ、以上取りにくい相手もいなかっただろう。現役時代のイメージとは異なり頭は良く、話し上手なので引退後は巡業の売り込みで手腕を発揮した。焼き芋が大好物で、2缶を軽々食べたと伝わる。なお、 出身地の白石市では、大砲万上門、大砲万江門、大砲一万江門の表記も用いられる。ありがとうございます。